し、今から新しくできたクセショップ行くんだ。ユキナも一緒に。興味ない。今日は入り時間早いの、急ぐから。ちょっと待った。じゃあ途中まで一緒に。こっちこそごめん、よそ見してて。ユキナは本当すっごくいい子だよ。昔は結構よく笑ったし、笑顔超可愛いし。ただちょっと今はその少し変わっちゃったっていうか。で、ユキナがいない。ごめん、私急ぐね。ユキナ、幼馴染を置いてくとかひどいぞって、もう100回くらい置いてかれてるか。行かない。ん？アクセサリーショップは行かない。私は歌うこと、音楽以外のことに時間を使いたくないの。そっか、大丈夫、振られるの慣れてますから。でもほら、アクセショップライブハウスの手前にあるんだよね。だから途中まで一緒に行こうって話。人混み苦手。赤ちゃん早く来ないかな。コホン、遥か古の時より我が共に戦いし魔導士よ。火と闇の封印が解かれし暗黒の地にて、いざ愛まみえん。決まった。お待たせ、リンリン。やっぱリンリンの考えてくれたセリフが最高かっこいいよ。こんにちは、アコちゃん。今日もかっこいいね。えへへ、ありがとう。じゃあ行こっか。と、ごめんなさい、ケース当たってしまいました。あ、全然大丈夫。そうですか、では。ねえリンリン、あの人が持ってるのギターケースだよね。バンドやってるのかな。いいな、アコもバンドやりたい。アコちゃんはよくバンドをやっているお姉さんの話をしてる。バンド、私には想像もつかない世界。リンリン、そろそろ行こう。ちょっとね、今日はスケジュール厳守で行きたいの。あ、うん。そういや、ユキナはテストどうだった？私の国語の点聞きたい？聞きたい？今はテストの点より気にすることがあるから。いくら忙しいからって赤点とかなしだからね。一緒に卒業できなかったら切なすぎるし。赤点を取ったら音楽活動に支障が出る。そんなバカな真似はしないから安心して。まあそうか。でも本当最近忙しそうだね。毎日いろんなライブハウスに行ってて。そうね、もともとライブハウスで歌ってたけど毎日出演してるんじゃないんでしょ？あのさ、この話したくないって分かってるけど、まだバンドのメンバーって探してるの？当然よ。今年のフェスに向けたコンテストのエントリー受付はもう始まってる。条件は3人以上。今年こそ見つけるわ。でもさ、なんかそういうのって。私はやる。お父さんのために。リサだって知ってるでしょ、メジャーに行ったお父さんのバンドがどうなったか。それは私は必ずあのフェス、フューチャーワールドフェスで自分の音楽を認めさせてみせるわ。私もユキナのお父さんは辛かったと思うよ。でもさ、でも
だからこそ私はユキナには音楽で辛い思いをしてほしくないんだよ。ユキナの家では今音楽の話が出ることもない。だから私は少しでもユキナに笑っていてほしい。でももうずっとユキナの笑顔を見てない。ほら、私も多少ベースやってたし、だから音楽やる気持ちはそれなりにわかるっていうか、あんまり追い詰めないでほしいんだよね、自分を。まあ私はユキナみたいにストイックじゃないし、高校入ってネイルしたいからってやめちゃったレベルだけどさ。私はただ自分のしたいことをしてるだけよ。でも私は真剣なの。やるからには全てをかける。妥協のない完璧なバンドを作るには楽しさなんていらないわ。じゃあライブハウスに着いたからアクセサリーショップ行くんじゃないの？ああ相変わらず頑固だな。ま、そう簡単にあの覚悟が変わらないことは分かってる。だから私が最後までその覚悟を見守るって決めたんだ。でもユキナ、それって本当にお父さんのためになるの？それは本当にユキナがやりたいことなの？